人ネーーームタナピーさんからいただいたただ胸キュュンンシチュエーシチエョン小学生の時、校外学習でプラネタリウムに行った時の話です。僕は初めてのプラネタリウムに大興奮で見入っていました。ちょうど七夕前で彦星と織姫の話が流れた時、突然、隣の女の子が僕のほっぺにキスをしてきたのです。僕はびっくりして隣を向くと、 その子は恥ずかしかったらしく、下を向いていました。彼女は当時、僕のことが好きだとよく周りから生やし立てられていた女の子で、プラネタリウムが始まる前にも僕の隣ということで、周りの友達は僕と彼女をからかっていました。キスをされ動揺していると下を向いていた彼女が、手つないでもいいと聞いてきたのです。僕が、いいよ、と答えると彼女は、ありがとう、大好き、と、 僕に囁き、結局プラネタリウムが終わるまで僕たちは手を繋なぎながら見ていました。そしてプラネタリウムが終わった後、彼女は僕に、楽しかった。急にチューしてごめんね。と笑顔で言って他の友達のところへ行きました。僕にとってそのプラネタリウムの時間は一生忘れられないくらいの胸キュンでした。ほほー首しないの <laughs> いい じゃない何なのこれ。チューって。プラネタリウムでチューってしたいね。したいな、じゃあないよ、もう。<laughs> で、しかも手繋いでいいだよ、うん。ドキッとするね。いやしかも、小学校、高学年かな、これ。もう高学年だろうね。ちょうどね、女子はね、少女漫画をね、 読み出して。で、こう、チューが出るか出ないかみたいなね、ところの、多分リボンとか読んでるんですよ。そ、そっからね、多分想像が膨らんだんでしょうね。え、突然来られてびっくりした。確かにね、コロコロコミックとか読んでたらね、びっくりしちゃうよね <laughs> <laughs> いや、えコロコロコミックにはチューとかないでしょ <laughs>